スクレーパークロマニョン人コレクションルイラルテ、トゥールーズの博物館。クロマニョン人とは南フランスで発見された人類化石につけられた名称である。1868年、クロマニョン洞窟で鉄道工事に際して5体の人骨化石が出土し、古生物学者ルイラルテによって研究された。その後、ヨーロッパ、北アフリカ各地でも発見された。現在では、 クロマニョン人を現世人類と合わせて解剖学的現代人と呼ぶことがある。また、ネアンデルタール人を従来の日本語では求人と呼ぶのに対し、クロマニョン人に代表される現代型ホモサピエンスを従来の日本語では新人と呼ぶこともある。現世人類の分布拡大図、カートエクスカフィーによる、後期旧石器時代に属し、 約4万から1万年前のものと考えられる。骨格が頑丈で多くの点で現代人と似ている。高化ソイドの直接の祖先である、可能性が高い。180センチメートル前後の長身、頭が大きく、直顎で、おとがえが見られる。歯は小さく、求人のような眼下上流器や額の交代は見られず、乳幼突起が発達している。極めて現代人に似ていたが、 筋骨は競争であったと思われる。2003年のクロマニョン人の遺伝子調査では、ハプログループ N が確認された。2015年の遺伝子調査では、1万3000年前のスイスのクロマニョン人が、ハプログループ I に R、ハプログループ u 5 b 1 h に属すことが分かった。また、旧石器時代のチェコ、ベルギー、ロシア西部ブラジーミル州、スンギール遺跡の人骨は、 ハプログループ C1A2 に属していた。これによりクロマニョン人は現在のヨーロッパ人の祖先の一部であることが明らかになった。ヨーロッパ進出の第一波はハプログループ C1A2、第2波はハプログループ I と考えられる。クロマニョン人は後期旧石器時代にヨーロッパ、北アフリカに分布した人類で現代人と同じホモサピエンスに属し、 高化水土に入ると考えられるが、現在は化石でのみ発見されるので、同時代の他地域の浄土人、港川人などと共に、化石原生人類とも言う。精密な石器、国器などの道具を製作し、優れた洞窟壁画や彫刻を残した。また、死者を丁重に埋葬し、呪術を行った証拠もあるなど、進んだ文化を持っていた。一部の学者によれば、 狩猟採集生活をし、犬以外の家畜を持たず、農耕も知らなかったため、ノーマヤ牛マンモス等の大動物が減少、絶滅するとともに、彼らも滅亡したとされる。小さくて、鋭い狩りに向いている精巧な石器や国器を作り、動物を描いた、洞窟壁画や動物、人物の彫刻を残す。クロマニョン洞窟での発見以来、同種の人類化石が、 ヨーロッパ各地で発見された。南フランスでは19世紀末にシャンスラード人、グリマルリ人が発掘されているが、発見当初、前者はエスキモーに、後者はネグロイドに類似するとされた。しかしその後否定され、いずれも抗議のクロマニョン人に含まれるとされている。ありがとうございます。